3月2日、川崎市宮前区にある須賀尾中学校で第17回須賀尾音楽祭が開催されました。普段交流の少ない世代同士が音楽を通じて一緒に楽しめる機会を作ろうと年に一度開催されているイベントです。新型コロナの影響で4年ぶりの開催となったこの日、会場には近隣の学校や地域の団体が集まり、合唱やダンスが披露されました。みんなで一気団結できて、地域の人に綺麗な歌声を伝えれてよかったです。鍵盤ハーモニカが特に リコーダーとかとリズムが違うから、そこを気をつけて演奏しました。やってみるとだんだん楽しくなってきたのでよかったです。もともと小さな会場から始まったこのイベント、年々参加者が増え、大きな会場で開かれるようになりました。今年の会場となった須賀尾中学校吹奏楽部が大人数の編成で息の合った演奏を披露し、イベントを締めくくりました。聴いていただける人に楽しんでもらうには、まず自分たちも楽しんで演奏をするっていうところから始めて練習しています。すごく順調に吹けて、自分も楽しく吹けたので良かったです。